絶望ネームズッカーさんからいただきました。普通っていうな。誰かがダーツを投げようとした時、思わずパチェロパチェロと言ってしまいます。普通って言うな。恥ずかしいね。これはなんか飲んでてみんなでダーツバーに行ってみんなが言ってればなんかうわテンション高いなあの団体とかで終わるけど、すっごい何にもない時に一人で言ってたらちょっと恥ずかしいですね。一人ではやらんと思うけど。あ、違う一人だけ団体で言ってるのに言ってるのが一人だけとか。盛り上がってるのはね。ちょっと切ないですよね。でも絶望先生のさ、あの終わった後にさみんなで飲みに行ったりとかするところがさちょうどダーツバーみたいなダーツバーみたいなところだった。そうですね。だけどそんな雰囲気じゃなかったよね、みんなもうとりあえず腹減ってっからどんどん飯持ってこいよみたいな、あとビール早くみたいなそんな感じだった。そうで大体酔っ払ってくると音響監督の亀山監督がマイダーツを持ってやり始めるんだけど、すっごいうまいからそんな雰囲気じゃないんだよね。そう、なんか誰もじゃあ俺もとか私もみたいにならないですよね。できないよね。かっこよすぎて。なんかそうすげえうめえの。そうでなんか常連さんだからさ、知り合いとかがいて、じゃあちょっとカメさん対戦しましょうみたいな。そうなのそうなの。あれ俺らやれる感じじゃね。やりましょうよとか言うから、いややんねえよみたいになっちゃうんだよね。そうそう。無理そんな上手くねえからそう。そんなとこでこれ言ったらなんかちょっと怒られそうですもんね。そうだよ。言えませんけどね。絶望ネーム神奈川県三浦市の GF さんからいただきました。絶望した。チャック全開なのに誰も教えてくれない職場に絶望した。これはさ開いてて指摘できますか。あ、たとなたのです。どうなる。例えばじゃあさよなら絶望先生のアフレコ現場で、はい、あ、じゃあ始めます。入ってきた亀山監督亀山音響監督の似てた。ゆうちゃん落ちる。ゆうちゃん落ちる。いつから落ちる。もう耐えないね。チャックが似てたよね今ね。前回だったら聞いて。前もねなんかねすごい似てるモノマネが。聞いて。あのタキシード仮面がすげえ似てた。それはいいよ。やってみたら。チャック全開だったらどうする。亀山音響監督のチャックが全開だったら誰か教えますか。まずじゃあ小林さんを教えますか。私はやっぱりあの皆さんのいらっしゃらないところであの一応亀山さんにお伝えして、ああ。まず僕に教えてた。あ、でも分からん。完全に言ってたわ。誰かに言ってたら、ね、男性が優しいような気がする。亀山さんのチャックが開いていますよっていうことをまず僕に伝える。あ、それはでも確かにね。あとでじゃあ僕が亀さんにチャック開いてますよっていうふうに言えますもんね。うん。じゃあ、りょうこちゃんは？もしくは、真山さんに言う。いや、同じ会職場の人だったら。私もそう思いました。女性のね、あの、制作の方ね。はい。とかだったら、ね、うちらに言われるかよりは、なんかクッションあるかな。まあね、言ってあげた方がいいと思うけど。だってまあみんなの前ではね、じゃあ始めますってって、じゃあ、あの、もう、亀山さん。あ、はい、なんか。チャック開いてます。おはい。絶対そんなんじゃないと思う。亀山さん。ね、すごいね。ゆうちゃんが暴れてる。すごいよ。音響監督の亀山さんつってもこのスタジオで3人しかわかんないからね。結構このスタジオ、まあ、ジュースが倒れて10人ぐらいいるんですけれども、10人中3人しかわからないっていうかなり絶望的な放送ですけど、まあそんな方なんですよ。亀山さん聞いてませんよ、ね。多分本当に聞いてませんよね。あ、でもあのもし開いてたらね、あのちゃんとお知らせしますけどね、亀山さんチャック開いてますよっつってね、この放送で、皆さん世の中の絶望ネーム早打ちマックさんからいただきました、なぜかこの放送でよく出てくる音響監督の亀山さんですが出てくるんだ神谷さんの説明だとダーツが得意なチャックが全開の人というイメージしか思い浮かびませんきっちり説明してください。ダーツが得意なチャックが全開の人。ひどい。これ亀山さん聞いてるかもしれないよ。これなんダーツが得意で
でチャックが全開の人。そうだよ、神谷さん、なんでよ。そんな説明しちゃダメだって。してないでしょ。これそもそも、チャックが開いているっていうのも、例で話したんじゃないですか。なんででも、チャックが開いてる時に、どうやっていう風にその人に教えたらいいですかみたいな質問が来て、じゃあ、例えば、りょうこちゃんね、はい、音響監督の亀山さんが、じゃあ始めますって入ってきた時に、チャック全開だったらどういう風に、どういう風に伝えるっていうことを、例で話しただけでしょ。まあ、そうね。にもかかわらず、ディレクターから何から全部、ああ、そういう印象でしたって。言ってた、さっき。言ってた、こんな番組に関わってる人ですら。かわいそすぎだよ、亀山さん。まあでも、ダンスが得意なのはいいですよね。あ、合ってます、合ってます。本当に上手いんですよ。ただ、チャックが全開。チャックは開いてないですよ。かつて開いてたことないですからね。僕、割と付き合い長いですけど、開いてたことないですよ。亀山さんは開いてたことないです。チャックは開いてません、残念ながら。亀山さん、どんな人ですか？きっちり説明。どんな人ですかね。きっちり説明。ダンディーな方ですよ。まあ、そうですね、とても。あと、非常にですね、なんだろう、作品に対する愛が深い方なので、絶望先生非常に愛してくださってるみたいなんですよ。それは一緒にやっててわかるんですけれども、ノリノリで撮ってるじゃないですか。はい、そうですね。そうですね。昔ちょっとすごい厳しかったりとかしてですね、なんか、あ、怖い監督、音響監督さんかなっていう僕は印象あったんですけれども、なんかすっかり絶望先生に関してはお優しい感じでね、ひょうひょうとした感じでダメ出しをされてて、まあ逆にそれが僕に対しては怖かったりするんですけど、ちょっと何考えてるか分かんないから怖えって思うんですけれども、でもよく半笑いでダメ出しを出しますもんね。そうなの、それでいいのって顔するのはやめてくださいと思うんですけど、判断をこっちに委ねそうな顔をする。なんか神谷君ちょっとそこ適当にみたいな結構言われてますよね。まあ具体的な指示がないままお願いしますって言われることは多いんですけれども、まあまあまあ、それも含めてね、作品を総括してくださってる方なので、非常に感謝してますけれどもね。はい、このイメージはちょっとダメ、はい、なし、ね、もし亀山さん聞いてたら聞かなかったことにしてください。今すぐ切ってこの放送。絶望ネーム、はい、ナドレアナドレンさんからいただきました。はい、この間友達がチャック全開だったのでどう教えようかと思い、友達も絶望放送を聞いていることを思い出し、亀山さん、お前亀山さんになってるぞと言ったらすぐ気づいてくれました。ありがとう亀山さん、絶望放送は役に立ちますね。やめてください。亀山さん、チャック開いてたことないから。確かに見たことないですね。ないでしょ。まあ、亀山さんというのはさよなら絶望放送を撮ってくださってる音響監督の方なんですけれども、はい、この番組でよくたびたび登場しますが、チャック開いてたことはありませんからね、皆さん勘違いしないでください。そうです、なんか違う話題で一回登場させません？亀山さんの話した時大体この話なんですもん。なんかいいことないから、亀山さんで、そうそう、なんか別件の時にもう一回なんだろうな、もう亀さんでいいことっていうか、もう難しいな。まあダーツも言っちゃいましたし、ね、もうダーツも言っちゃったしな。あ、餃子が好き。あ、餃子好きですね。亀山さんは餃子非常に好きです。番組始まってっていうか、アフレコは始まって、今日飯どうしましょうか、行きますと、おお、行く行く行くって言って、Aパート終わったあたりで僕が店に電話の予約をするというですね、はい、そんな感じです、ね、そんな感じのコミュニケーションを取っています。燻製も好きです。あ、燻製ですよ。亀さんが作る燻製は本当美味しいですからね。燻製の人、燻製の人です。燻製の人です。燻製の人。皆さん間違えないでくださいね。チャックは開いてません。絶望ネーム、ニートトゥーワークトゥーニートさんからいただきました。結局ニート。音響監督の亀山俊樹さんは木山かすみという名前で、スノーマンの翻訳書や危ないデカリターンズのノベライズも出している多言の持ち主だそうです。チャック亀山さんなんて言ったら失礼ですよ。これ知ってた？知らなかった。僕も知らなかった。僕も知らなかった。そうなの？これ本当なの？スノーマンの翻訳書とか書いてんの？翻訳し、翻訳してんの？翻訳できるってことですか？亀山さんは、語学堪能っていうか、英語は喋れる方なので、確か、そういうことも、もうやってるってもおかしくはないけども、スノーマンってだってみんな知ってんじゃない？うん。もっそい有名だよね。うん。あ、そうなんだ。危ないデカリターンズのオブライズ？なんで？そうなんだ。すごいな。いや、っていうかね、
ここですよね。なんだろう、どうしたらいいのかな、これどういう風に扱ったらいいのか分かんないんだけど、まあそもそもね、はい、まあいいや、普通に突っ込みますわ、じゃあ、はいはい、チャック亀山とか呼んだことねえから、まずそもそも言ったことないっすよ、これ、うん、誰発信なの、そもそもこれさ、そうこの人じゃないですか、ニートトゥーワークトゥーニートさん発信ですよ、きっとなのかな、言ったことないですよね、言ったことないよ、全くもってみんなが誤解してるだけなのに、うん、まあ確かに亀山さんはちょっと得体の知れない人で、非常にいろんな知識もものすごい持ってる、確かに確かに、だから例え話とかで、そう、ダメ出しとかでさ、例え話で、うん、なあれみたいにとかって言われたりとかすると、うんうん、それはもともと何なのっていう、すごい古い映画を出されたりとか、その音楽打ち合わせとかで、その音楽を作る人の音楽プロデューサーとかに、こんな感じでお願いしますみたいな、要はサントラを作るときにものすごく細かくやっぱ言うんだって、こんな感じでお願いしますっていう、すごい、やっぱり膨大な知識を持っていて、それを駆使して調子めもーすっていうディレクションなわけですよ。すごいですね。すごいよね。いや、もともとすごい人だってのは分かってるんだよ。そうですね、うん、それはね。チャックとか言ったことない、言ったことねえよ。本当勘弁してください、仕事来なくなったらどうするんですか。本当頼みますよ、チャック亀山とか言ったことないですしね、動画発信だからさっぱり分かりませんけれども、失礼ですからやめてください、本当お願いします。でもびっくりした、ちょっと今度聞いてみよう、ね、すごいね、ぜひとも、うん、もうまあ亀山さんですよ、この番組的にはチャック亀山が言っちゃったこの番組的にはですよ、他では全然そうじゃないですけれども、亀山さんがそういう無茶なことをね、まあ言ってくるわけです、絶望ネームドーピングコンソメスソープさんからドーピングコンソメソープさんからいただきました。どんなだ、神谷さん、新谷さん、寺島さん、さようなら。さようなら。以前寺島さんは別のラジオでダーツが得意でチームを組んでいるとお話しされていましたが、どれほどの腕前なんでしょうか。チャック亀山さんに対抗できたりしちゃうんですか。チャック亀山さんっていうのは知らない、誰だろうね、これね、知らない、誰だ。書くな、こういうこと。僕アルバイトさんからいただきました、はい、トークイベントで亀山さんをチャック亀山といった副監督の達和さん、訴えるよ、訴えるよ。そうですね、そして達和さんがなぜか亀山さんのことをチャック亀山と言ったと、何のこと、何のこと、なんでそういうことを言ったのかな、チャック亀山さん、ちょっと誰の達和さんどうしちゃったの、何したのかな、なんかすごい暴れてる感じですね、ここで、どうしちゃったのかね、誰のことなんだろう、ね、分からないですけど、